朝配信しようと思ったんだけど起きれなかったです。今日はお昼のおごむが配信、そう、まあ昨日朝食べたみたいなもの食べるんやけど、いただきます。みんなもお昼でしょ。何食べる？え、サラダ、サラダと、え、お好み焼き食べたい私も。え、どうしようかな、サラダだけ食べてお好み焼き食べ頼もうか、食べに行こうかな。いや、まあいいわ、ちょっとお好み焼き食べるんだったら今多分めっちゃ混んでるじゃないですかね、きっと。ランチのいただきます。もうラーメン食べた、早っ。で結局食べないし、お好み焼き頼もうかなとか言って、いただきます。もぐもぐしたらあんま喋らなくなるけね。じゃあみんな、無音で聞く人もおるんか。ちゃんと味付けしとるよ。こんにちは。ちょうどお昼食べるとこだったから嬉しい。一緒にね、一緒に食べてる人も多いかも。昼ごはん何にしてもいいですか？ラーメン、ラーメンとか、ラーメン屋さんめっちゃ並んでるイメージないけど、スーツの人が。うん、このきのこはニンニクが効いとる。見られながらね食べるの。おー、変な感じ。ん？今頃私の通知が来たけど、
一緒にご飯食べましょう、お昼ご飯。毎日納豆食べる。食べん時もあるけど、毎日は持った。むせた。納豆嫌いな皆さん、納豆嫌いな皆さん、顔が動いちゃう。なんか今日は昨日と違って曇りだ。昨日めっちゃ暑い感じだったの。天気がめっちゃ晴れって感じだったの。今日は打って変わって、ニンニクの塊を食べた。マジで時計もある。考えたことなかったけど、めっちゃ食べる。めっちゃ食べる。
今日は夕方までお仕事がありません。さっきニンニクの塊を食べたの。もぐもぐしてたらさ、幸せそうに見える。何がそう見えるんだろう。みんなも食べてね。なんか無音で見てる人多そう。動物のご飯食べてるのかわいい。動物じゃないけ。うん。人間も動物か。納豆はさ、食べる前に毎回さ、混ぜる。癖かも。いっぱいいっぱい。うん、朝ごはんこれ。自分的にまだ6時。
時差じゃない、まあ時差か、感覚時差。これはお昼ご飯として朝ごはん何食べようかな、あ違う、これ朝ごはんだとしてお昼ご飯何食べようかな、ごちそうさまでした。10分後にお昼ご飯食べ。30分後にお昼ご飯食べ。スイーツ、ヨーグルト、ヨーグルト食べようかな。楽しくお昼食べることができました。一緒に一緒にお昼食べましたか？食べますか？毎朝ヨーグルト、服と同じ表情、このまま寝れそう。何時間寝たじゃん。6時間。あ、しゃべるじゃない。休憩終わってしまった。頑張れ、お仕事。7時間。なんか寝て起きて寝て起きて、よっこししたの。昨日お昼寝したっけ。昼ご飯突入これ、まあ、美味しいケーキだ。ヨーグルト食べてる。
え、どうしよう、お昼からはジップの服を買いに行かんといけんか。ヨーグルトにこだわりはね、ないね。アイスボックスもあるよ。ある、家にある。行っちゃおうって。そこでアイスボックスではないのね。なんか言い方。お回復、そう、どうしよう。昨日めっちゃ天気良すぎて、暑すぎて、暑そうだったから、あ、これは行くのは日傘が必要なんかな。今日ちょっと寒い。朝もちょっと布団で出るの寒かった。油断。昼は豚骨ラーメンと親子丼食べてしまった。え、それどういうこと？同じお店で済ませられるの？それ豚骨ラーメンと塩ラーメンって同じお店で済ませられるんだったらいいけどね。はしごしたのかな。ごち、本当にごちそうさまでした。あ、ラーメン丼と親子丼ね。あ、ラーメンと親子丼ね。同じお店で売ってるん？それ売ってなさそうやけど。まだ顔の治ってないです。ごちそうさま、食べた、食べました。ずっと見てれる。え、食べるとこですか、やば。食べるとこずっと見てれるそうです。 ZIP 出演は木金、今週も木金あります。こんにちは。Yes. Yes, ma'am. 木金です。ぜひ見てください。広島の人。ピリ山神社、肘山神社に。広島のね。肘山神社、本当にある。昼ごはん服を買った後昼ごはん服買った後に食べよっかな。またね、またって言ってるけど、これ朝ごはんじゃき、まだ6時の気持ちやき。もうそろそろ仕事のお昼休み終わる人も多いし。ではごちそうさまでした。一緒にお昼ご飯を食べた回でした。ではまた
夜配信します。バイバイ。この後も仕事頑張れ。休みの人はしっかり休んで。ごちそうさまでした。しない金言も。13位ヒデさん、12位もっくん、11位カン、10位カンチャックス、9位ふとし、8位ゆうき、7位のっしー、6位さと、あ、違う、6位ワンチャンス、ノームハン、あ、ワンチャンス無反応、5位エリアス、4位おキュート、3位さと、2位キブ PH、 1位アスバル、ありがとうございます。では今日も一日頑張ってきてください。ごちそうさまでした。